松山市忽那諸島、御子島の西に位置する鶴島。この島に立つ白亜の灯台、鶴島灯台がこの度恋する灯台に選ばれました。恋する灯台プロジェクトは、日本ロマンチスト協会が全国から選んだ灯台を恋愛の聖地として認定し、観光資源として活用しようとする試みで、海と日本プロジェクトの一環として推進しています。現在全国で30カ所、愛媛県では佐田岬半島の佐田岬灯台について2カ所目となりました。8月29日、日本ロマンチスト協会の並房会長が松山市を訪れ、鶴島灯台を恋する灯台として、松山市には恋する灯台の町として認定証を送りました。今回の恋する灯台の認定において、最も非常に重要視しているのはですね、最果て感という認定ポイントでして、鶴島灯台、まさにこの離島の360度絶景が広がる、そこに2人で立つとですね、ロマンティックな気分になるんじゃないかなと思います。ですので、認定基準の重要なポイント、最果て感、あと歴史的価値、この2点が大きな理由でございます。9月20日には忽那諸島の関連団体や住民など16名が集まってワークショップを開催しました。このワークショップでは、鶴島灯台のある鶴島を含む忽那諸島のさまざまなデートスポットを10カ所選び、それをもとにオリジナルの観光パンフレットを作成します。ここで告白されたらちょっと落ちるかもしれんぐらいの場所があったりとか、瀬戸内の独特の多島美っていうんですか、島がいっぱいある中に沈んでいく夕日をダーッとこうパノラマで見れる。いや、鶴島周辺だけじゃないです。鶴島諸島の中で今釣り、もうハマチがもうむちゃむちゃ湧いてる。はい、だから船いっぱい5分もあれば参加者は地元ならではのデートにふさわしい場所を自信を持って発表していました。明治6年に完成した県内で一番古い洋式石造り建築物、鶴島灯台。恋愛の聖地として夢見る力、恋する力を与えてくれるスポットになればいいですね。鶴島灯台へ行くぞ。海と日本。